達との関わり方とかサッカーに対する意識が変わって成長できました。楽しかったことは同部屋の人とかと今も仲良くできていて、サッカーも少しずつ成長できています。良かったことは走り合宿とインターハイで出場時間が短かったことです。今の自分の課題はビルドアップをもっと安定して安定することです。日々のトレーニングをもっとボール来る前から味方と相手の状況を見て判断することを心がけてトレーニングしていきます。これからの目標はビルドアップをレベルアップさせて自分とチームのレベルを上げることです。